Halo, selamat siang. Hari ini saya belajar bahasa Jepang, kimchi. Kimchi. Ini kan dari beli dari Korea, kimchi ya. Kimchi dan ada tiga macam ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. この3種類ですね。isinya dua-dua ya. これとこれ同じ種類ですね。この縦にあるのは同じ種類です。ドゥアイに、サマ、マッチャムや、サマや、サマ。はい。で、真ん中にある、これですね。このキムチはですね、大根の角的ですね。D ジャパンビラニア、角的。イニカンマテリアルニア、ロバック、や、ロバック大根です。ロバック大根です。はい。で、この両サイドですね。こっちにあるのが白菜のキムチですね。白菜のキムチ。で、白菜はですね、日本語で白菜。これは白菜ですね。サイユール白菜。これはインドネシア語でサウィプティ。や、サウィプティ。や、はい。これが白菜。で、コリアンキムチ。itu harumnya lebih keras Japan kimchi tentang bawang putih ya bawang putih はニンニクですねで harum、香りですね香りがクラス強いですね強いはい香りが強くてで発酵もですね発酵も強いですね発酵しています。ディフェルメンタシー発酵しているキムチですね、コリアは。で、日本のやつはですね、発酵しているのもありますけれども、あまり発酵させないでですね、食べるキムチも多いです。はい。はい、このような感じで3つですね、小分けになって入ってます。はい。イニカン、masuk box yang kecil-kecil ya untuk satu kali begitu ya cocok untuk satu kali ya はい一つですね 350g 入っています300g untuk satu ya はいこれは格的ですね大根のキムチですディダラムニャブギニア。はい。大根は、ロバック。ロバックですね。はい。こういう感じのキムチです。で、次にですね、この白菜のですね、キムチですね。白菜は、サウィプティですね。サウィプティ。で、中身はですね、こんな感じで入ってます。ディダラムニャブギニア。はい、白菜ですね。サイユール、サビプティ、野菜の白菜ですね。はい。で、次、最後ですね。こちらのキムチですね。これもサビプティや、白菜ですね。白菜のキムチですね。はい。こっちの方はですね、こういう感じですね。はい。イニカンサマーサウィプティキムチ、タピカロムリハイニルビープラスやサヤキライニ、ルビープラス、こっちの方が辛そうに見えますねはい多分ですね、バワンプティルビーバニャクやイニニンニクがこっちの方がですねたくさん入っていそうだなというふうに見えますはい、このような感じですね。で、辛さや、スカイニア、角的。角的が美味しいですね。はい、このような感じですね。はい、カロアダプルタニアン、ナンティコメンタルディバワや。サンパイジュパラギー。